チャグチャグ馬子チャグチャグ馬子は岩手県滝沢市と森岡市において毎年6月の第2土曜日に実施される祭り滝沢市の鬼堀青禅神社から森岡市の森岡八幡宮まで華やかなバグをまとった馬を連れて進行する1978年に選択向け民族文化財に選択されチャグチャグ馬子の鈴の音は1996年に 環境省の残したい日本の音風景百選に選出された。古来より牛と共に濃厚に欠かせない家畜であった馬の勤労を感謝する祭りで大型の優秀な馬、南部ごまの産地として知られる南部藩において日頃の労働の感謝の意味を込めて旧暦の5月5日に村民がおにごりやお前神社に馬の無病息災を祈願したのがチャグチャグ馬子の起源とされている。 100頭を超える馬が、滝沢市の鬼り青禅神社から森岡八幡宮までの約15キロメートルの距離を鈴の音を響かせながら4時間かけて練り歩く。1958年からは、新歴の6月15日に開催されてきたが、2001年以降は、より多くの人が参加しやすいよう、6月の第2、土曜日に開催されている。二千二十年、千二十一年は、 新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。ありがとうございます。